日本東京都世田谷区絹田絹田は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は絹田1丁目から絹田8丁目。住居表示実施地域である。郵便番号157-0073。東京都世田谷区南西部に位置し、絹田地域に属する。東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線。 東京都道311号環状八号線の2つの道路と小田急電鉄小田原線、線側に囲まれ、ほぼ正方形の形状をしている。環八通りを境として、東に桜が丘、小田急小田原線を境として、北に、志師谷、首都世代、線側を挟んで西側に、正常に、世田谷通りを挟んで南側に、大倉、上用賀に隣接する。 世田谷区の定める5地域に、木犬地域があるが、その木犬地域の中に西条などのその他の町名と、ともに、木犬1の8丁目が設置されている。世田谷区と世田谷1の4丁目の関係と類似している。小田急電鉄祖師谷大倉駅南側、世田谷通り北側、環状8号線西側、仙川東側に挟まれており、主要な道路沿いや、 蘇シヶ谷大倉駅前に商店が多い。蘇シヶ谷大倉駅周辺は、駅北側の蘇シヶ谷などとともに一体的に、蘇シヶ谷大倉と呼ばれており、周辺にかつて、つぶらやプロダクション本社が存在していたことから、駅の南北双方でウルトラマンを街づくりに活用している。東京メディアシティや日本大学小学部などの大規模な施設も多い。住宅地の地下は、 2018年1月1日の工事地下によれば、木の田8の23の7の地点で62万円、平方メートルとなっている。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。6丁目に小田急小田原線祖師ヶ谷大倉駅がある。7、8丁目の一部は、 成城学園前駅が最寄り駅となる。社名表記のあるものを除いて、東急バスタンド空港の路線である。蘇師ヶ谷大倉駅、八着世田谷通り経由、環八通り経由。ありがとうございます。